はい、皆さんこんにちは。今だからのんびりフィルムカメラのひてるほとです。今日はね、ゴールデンウィークのちょうど中日というかね、続いていないので、今日は5月の2日ということで、まあ平日に当たるわけですね。ということで、ちょうど、まあ、こういった日、まあ、土日の仕事が割と多いんですけれども、たまにポコッと、妻と一緒に休みが空くことがあるので、どこに行ってきたかというと、まあ、これはね、いつももうライフワークになっています、清里のフォトアートミュージアムというところに行って、今、ヤングポートフォリオが開催されていますので、こちらに行って、写真を、まあ、若い方のね、世界中の若い方の写真を、見ていきました。いつもね、写真を見て思うのは、やっぱり写真っていうのは自由なんだなっていうことをよくよく感じます。で、まあ、時人として本当にね、感が極まるような写真もあればね、この写真をどうして、この撮影した方を撮ったんだろうとかね、いろんなことを思いながら、それから世界は広いな、そんなことを思いながらいつもね、楽しみにして、いる、まあ、写真展ですね、に今日も行ってみました。中にはね、本当にああいい写真だなと思う写真もあればね、不思議だなと思う写真もあれば、いろんな写真もあって、で、使っている機材もね、本当に多種にわたるというかね、本当に大判のフィルムカメラで撮った写真もあれば、デジタルで加工し撮影をして、まあ、何度も加工を重ねたであろうというような写真もあれば、いろんな写真がね、あって、あ、表現というのは自由なんだなっていうふうには本当につくづく思いました。ということで、今日はね、まず、前半はね何の写真をご紹介するかというと、今日たまたまね、今日行ったスナップ写真撮ってきました。で、最近ね、スナップで本当に一番出番が多いのはね、ライカゾフォート2ですね。これは、もう、常時持ってて、もう本当に常時スナップを撮る。このカメラのやっぱりいいところというのは、なんて感覚としては、昔で言うと映るんですみたいな感覚で、写真が撮れるっていうのはね、すごくいいなと思っています。なので、まあ前半はね、スライド動画、こちらのスライド動画を見ていただきたいと思います。はい、それでは、今日撮ったスライド動画をまずご覧ください。
い、ということで、まあ、今日どんなことをしたって、あの、どんなとこに行って、写真を撮ったかっていうのをただ見ていただいただけなんですけど、いよいよ今日は本題に入りたいと思います。やっぱりね、今ね、ライカゾフォート2のお話をしましたけど、まあ、気軽に撮れるということね、すごくいいなと思いました。で、まあ、私の動画はね、割と、古いフィルムカメラ、結構ね、機械式なカメラのご紹介をしたりとか、いうことが多くて、まあ、デジタルの ご紹介っていうのはうんと少ないんですけれども、今日はね、トイカメラのお話をしたいと思います。で、今日ご紹介するトイカメラ、実はね、もうほとんど入手不可能になっている、トイカメラです。なので、まあ、ご参考にもならないかもしれないんですけど、学研でもね、確か組み立て式の、二眼レフカメラって確かありましたよね。で、私が持っているカメラは、学研ではなくてね、ブラックバードフライという、トイカメラなんですね。で、これ、確かね、ブルドーザーだったかな。ブルドーザーでしたっけ。パワーシャベルで、ごめんなさい。ブルドーザー、パワーシャベルというところが、販売していたカメラでも、まあ、市場にはね、ほとんど出回っていないカメラなんですけども、これね、私がまだカメラを、フィルムカメラに夢中になり始めた頃ね、長男夫婦にね、買ってもらったカメラなんですけども、実はね、このカメラで、結構な本数を撮っているんです。で、このカメラ、フィルムは、はい、これ二眼レフですね。二眼レフっていうものの、なんていうのかな、こちらがよいしょ、キャップがついててね、こちらで、まあ、もちろんですけど、反対になって、実、反対になる、なんていうのかな、画像が見えて、で、ピント合わせは、するわけではなくて、ピント合わせはね、実はね、ここに、距離が、ここの部分に距離計があるんですね。これは、リフレックスによく似てますけども、距離計が出ていて、もう目測で合わせるんですね。最短 0.8 メートルから無限大まであって、目測で合わせることになります。目測で、はい、ピント合わせをするんですね。こちらを回すと、リコーと同じように、リフレックスと同じように、下のレンズが回るわけですね。で、シャッタースピードは125分の1固定です。で、あと絞りはね、ここに晴れマークと曇りマークがあって、晴れマークの方に、この、レバーで晴れマークにすると、F11 で、曇りマークにすると F7 になるわけですね。ということで、もう単純にこういうカメラです。で、フィルムカウンターはね、結構凝ってて、ここにフィルムカウンターのカウンターまであるんですよ。で、このノブを、ダイヤルを回すことによって、1枚ずつ、1になったら、シャッターを切る。で、また見て2枚になったら、シャッターを切る。で、スクエアな画像で、なおかつ、やっぱりは、見る画像は反転してるんですね。なので、結構本格的な二眼レフカメラ。しかもフィルムは、35ミリのネガフィルムを使っているというカメラです。まあ、私のチャンネル見てる方でね、トイカメラにご興味ある方、いらっしゃらないと思いますけれども、このカメラでね、実は、はい、まあ、こんな風になってるんです。結構ね、複雑な作りになってるんですよ。なので、フィルムの装填の仕方とかね、パンフレットというか、カタログを見ないとなかなかね、分かりづらい
分かりづらいというかね、結構難しいカメラなんですけれども、このカメラを使って実際に、撮影しているんですね。で、撮影したのはね、いつだったかな、ちょっと待ってくださいね。撮影した日付が、はい、ということで、ご覧いただく写真はですね、2014年の11月22日に、宮崎県宮崎市で撮影した、本当にこのカメラで撮影した写真と、それから、これはね、どこに出張に行ったのかわかんないんですけども、おそらくね、高知に行くときなのか、熊本に行くときなのか、2015年の9月13日、セントレアから、中部国際空港から、プロペラ機に乗って行ったので、おそらくね、四国じゃないかな、松山空港に行ったのかな、時の、写真が数枚ありますので、この後スライド動画で、見ていただきたいと思います。で、思うのはね、投影カメラ、もちろんね、レンズはプラスチックなんですけども、本当にね、よく映っています。で、これすごく、やっぱりプラスチックなので軽いんですけれども、やっぱりね、フィルムの、色が出ているというか、フィルムらしい写真が撮れていると思います。なので、このカメラはね、本当に僕が大切にしているカメラなので、また今度機会があったらね、やっぱりね、昼間じゃないとね、なかなか綺麗に撮れない。まあ、夜だと全部ね、うまく映っていないかったっていう経験ありますので、昼間に撮影するカメラだと思いますけども、またいつかフィルムを入れてね、撮影をしてみたいと思います。フィルムは 35mm。出てくるね、写真はね、スクエアな写真が出てきます。はい、ということで、今日は珍しく、トイカメラのお話をさせていただきました。でもやっぱり、写真を撮って、こうして、フィルムの、データが残っているっていうことは、やっぱり思い出になりますね。はい。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。これからもさまざまな動画を配信していきたいと思います。ぜひ、チャンネル登録をお願いいたします。はい、さよなら。